ははいいいみなささんこんこにちはいつもパティシェチャンネル見ててくださってありがとうございます、えー、今日はですねこちらカルピス僕カルピス個人的にも大好きなんですけどもこのカルピスを使ってこれまた簡単にできるお家で親子でお菓子作りができるゼリーを、えー、お伝えしていこうと思いますで今日はこういう、まあ、ちょっとおしゃれなねガラスの グラスを使って、えー、この下2層にしたいいと思います下の層をカルピスのゼリーで上の層を、えー、オレンジのみかんのゼリーですねみか,んのゼリーでみかんも缶詰のシロップをそのまま使ってできるまあ本当にだからお家で親子でとっても簡単にできるおやつの作り方ですぜひ皆さんも作ってみてください。 清水真一マネジメントチャンネルもよろしくお願いしますはい、えー、ではまず最初に、えー、カルピスのゼリーとみかんの缶詰のゼリー2種類今日作っていくんですけどもゼラチンを、えー、2種類分ふやかしておきます、えー、粉末ゼラチンに対して4倍量の冷たいお水でこのようにしっかりとゼラチンを冷蔵庫の中でふやかしておいてください以前にゼラチンのふやかし方 間違ってませんかという動画を上げているんですけども結構ねこのゼラチンのふやかし方を、えー、分からずにぬるま湯で溶いてしまったり熱湯でゼラチンをふやかそうとしたりとかあのいろんな方たちがあのいらっしゃるそうです、えー、基本的なことですけれども非常に大事なことですので、えー、そちらの動画も参考にしながらねゼラチンをふやかしてもらえればと思いますはいそれではまずカルピスのゼリーを作っていきます まずこちらカルピスの原液です。カルピスの原液を鍋に入れて。続いて。お水です。そして火にかけて沸騰させていきます。もうこのまま飲んだらカルピスですね。これ。今日はこのカルピスに。 ゼラチンを入れてゼリーにしていきますはいカルピスが沸騰してきました沸騰したら火を止めます火を止めてあらかじめふやかしておいたゼラチンを入れて完全に溶かします はい、そしししたら一度裏をしますゼラチンの玉が残っている可能性がありますので必ず裏ごしをしてくださいはいそしたらレードルを使ってグラスに注いでいきます はい注ぎ込んだ後にどうしても表面に泡が出てしまいますのでこちらにアルコールスプレーを軽く吹きかけますそうすると上の泡が消えていきますでこれを冷蔵庫に入れて完全に冷やし固めますはいでは続いて、えー、上の層ですね2層目になる みかんの缶詰のゼリーを作っていきたいと思います、えー、今日は缶詰のシロップそのまま使っていきますので、えー、非常に簡単だと思いますまずは缶詰のみかんだけ、えー、取り除いてくださいでこのシロップを鍋に入れて沸騰させます 先ほどカルピスのゼリーの時にも同じ説明しましたけれどもこのみかんのゼリーを作る時もこのゼラチンをあらかじめふやかしておいてください、はい大体、えー、4倍量の冷たいお水でふやかしておきますはいシロップが沸騰してきたら火を止めますここであらかじめふやかしておいたゼラチンをシロップの中に入れて しっかりと溶かしてくださいはいゼラチンが溶けたら裏ごしますこれ缶詰のシロップ使ってますので、えー、みかんの果肉とかねあの残ってしまってる場合もあります必ず裏ごしをしてくださいはいえー、みかんのシロップのゼリー 氷に当てて粗熱を取っていきます、えー、粗熱が取れたところで缶詰のみかんを入れていきたいと思います、はいえー、ではゼリーの粗熱が取れましたのでこちらにみかんの缶詰を戻します、はい、表面にアルコールを噴霧して泡を消してください で,この状態で、えー、固めますで固まったこれが固まったら、えー、先ほどカルピスのゼリー流しましたけどもその上にこう、ね、固まったこのみかんのゼリーをこうなんていうか削りながら盛り付けて仕上げをしていきたいと思いますはいでは、えー、カルピスのゼリーが固まってでこちら先ほど流したみかんの缶詰、えー、シロップごと使ったゼリーです こちらも固まりましたので仕上げをしていきたいと思いますこのみかんの缶詰丸ごと固めたゼリーをこんな感じでスプーンですくってカルピスゼリーの上にのせていきます います。はい今日はカルピスとみかんの缶詰のゼリーを作ってきましたカルピスのゼリーとみかんの缶詰のゼリーの2層のグラスですゼリーです、えー、非常に簡単に作れます、えー、カルピス好きの人には特におすすめですのでぜひ皆さんお家で作ってみてくださいはい今日も最後まで、えー、見ていただいてありがとうございました、えー、面白かった勉強になったという方ぜひチャンネル登録それからいいねボタンよろしくお願いします えー、もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために概要欄にホーームペストリーというものがあります、えー、そちらは有料の、えー、会員さん向けの生配信のお菓子教室です。